今日みんな何も予定ないんでしょ、どうせ。我々の配信を見るぐらいしか。今日楽しみなかったんでしょ。こっからどうやって逆転するんだ、兄貴と。え、俺今不利なんか。え、今不利な状況俺。今からバイトマジ頑張れ。今仕事中トイレでこっそり聞いてる人も頑張れ。コメント欄だけで雰囲気掴もうとしてる人も頑張れ。お見送り芸人新一みたいなことしてる。こいつ芸風がしてねえよ。オフィスでイヤホン頑張れ。こいつもできる。こいつもやれる。オフィスで俺らの会話を聞くなんて、これ面白くないと思われてる？私は笑わないという、そういうこと？さあ、こっからどう立て直すか見ものですね。いや、俺なんで毎回崩れてんの。なんか痰切りの薬飲んだんだけど、あれどういう効果？痰がいっぱい出てくるってこと？お前なんかちっちゃい侍がバー出てきて、タンスラッシュ。タンスラッシュって言うんだろ、あれ。タンスラッシャーだ。タン切りって。気持ち悪いスラッシュ。あれは、まあ、日本に生まれてよかったと思うね、あれは。いや、日本だけなんだ。侍だから。よし。た、くそ、な、ぎ。はい。ん？え？なんて？いや、別に。さりげなく宮下草薙にしただけだけど。なんでだよ。なんで草薙って言ったの。お前どっちが好き？いや、あんまりあれ二人どっちかとかないよ。宮下草薙のどっち好きっていう議論はないよ、あれ、この世に。お前ちなみにどっちなの。俺はね、まあ、結構草薙の方が好きだね。ああ、そうなんだ。俺は賢章の方かな。あ、賢章？うん。俺、宮下賢章の方が好きか。俺、マナブの方好きかな。雷の話してねえよ。マナブ好きなやついんの？マナブの方好きってやついる？やっぱさ、お笑い芸人とかコンビ多いじゃん。うん。やっぱコンビでこう、人気になりたいっていうのと同時にさ、うん、相方よりは人気になりたいっていう気持ちはみんな強いだろうな。まあ、そうだよね。嫌だもんね、なんかそこで差あったら、うん。だからグレーでもあったろうね。テルよりは人気になりたいなって。いや、うん、ないだろ、もう諦めてるだろ、みんな。え、じゃあお前もあんの？ニカモノで、モノノケよりも人気欲しいな、みたいな。いや、ないな、それは。これはお前に人気になってほしいよ。いや、その、なんか、それはなんかさ、うん、お前の、フロンティア精神がないじゃん。え、うん、フロンティア精神合ってんのかどうかわかんないけどさ、うん、間違ってそうだけどな。多分、ね、なんかわかんないけど、なんか今んとこ個人的には意味わかんないかなって感じ。俺そういうハングリー精神があった方がいい。いや、まあそうじゃない、なんか、その方がさ、うん、お互い違う個性が伸びていくじゃないか。なるほどね。なんか芸人が資格を取るみたいな感じか。え、それって法的にいいんだっけ。いや、いいだろ。え、なんでダメなんすか。最近はなんか仲いいコンビが増えてるらしいからな。昔はなんかありえないけど。博多華丸大吉のせいだな。え、そうか。うん、彼らが環境を変えた。あ、彼らが変えたんだ。そうなんだ。博多華丸、うん、前と後で分かれるんだ、歴史は。分かれるでしょ。そうなんだ。明太ピリリ、以前以降で分かれる。最近だな、じゃん。結構最近じゃない、じゃん。俺らが漫才するとしたら、うん、やっぱガチガチのシステム漫才か、うん、リズムかな。リズムもある。うん、え、ないの。リズムいける。リズム漫才じゃないの。リズム漫才ってあるメンバーみたいな感じ。いや、俺が喋ってる最中、ところどころその、うん、下の、まあ、口外で口の中の上の部分を、うん、でやるっていう。一人パーカッション。漫才か、それ。だから俺が、ってやってる
ところから、うん、その人間の人格取り戻すまでにまあ10秒ぐらい考えた。その10秒待っていただく時間っていうのがあるの。気持ち悪い漫才だな。大丈夫それ、うん、受け入れられるかな世間に。どうもー、二階堂もののけです。いやー、しかし最近ほんとね、もうほんと困るぐらい暑いです。やっちゃってる。もうしかも途中で行くんだそれ、喋ってる。まあ皆さんちょっとお待ちいただいてね、人格を彼が取り戻すまでちょっとすいません、お時間いただきますけども、これごちよいリズムとしてね、皆さん聞いていただければと思います。この時間はね、いませんね。いや、炭水化物に炭水化物になっちゃってるやん。いや、もういいよ。中身全部飛ぶんだ、そのうち。それやってるところはもう全部飛んじゃってんだ。どんなツッコミで終わった今ね。